そしてこちらは午前中行われていた島内連携の様子です。これが10時過ぎ、ここで人一倍声を出していたのが松田でした。さすがですね、そのあたりはサードのポジションに岡本と松田と秋広、その3人がいました。本当このキャリアでこの年齢でテレビにそうやって声を出せるっていう人間性は素晴らしいですよね。おそらくキャプテンの岡本であり副キャプテンの吉川なんかもそういった姿を見て影響を受けていく部分というのはあるでしょうね、はい、非常に明るいムードでかつ緊張感高く練習が行われていました。こちらが横川、ノックなんかしんどいわけですからもう、はい、そういう時はもうどうせしんどいって明るくやった方がいいですもんね。あ、そうですか、はい、横川大阪桐蔭高校出身、根尾、藤原、柿木このあたりと同級生という、そして先ほどインタビューもお聞きいただきましたが井上春人、今村、この辺りの姿があります。赤星も今年の起用方法はどうなるのか、ね、本当どうなるか、もう先発し、この辺がちょうど先発次第と思うんですよね。あ、はいはいはい、はい、まあ、当然堀田と山崎の仕上がりも影響してくるでしょう。本当そうだと思います、はい、だから一声言われても可能性ありますよね。両方あるどっちかも決まってないから頼むぞみたいな、なかなか大変でしょうけどね。それでそうなるとあの先発やるつもりで やった方が楽ですよね。先発やると長津があの短い球数なんで、はい、もう長津のイメージでいっちゃうと急に100球折れってできないですよね。そうですね、はい、このキャンプは先発 するつもりでちょっと球数も投げながらってとこでしょうね、はい、あと僕期待してるの2軍に、まあ、いたんですけども、はい、畑君がね、あ、はい、もう持ってる身体能力はもう本当高いんでね、昨日もブルペンに入っていました。一軍、はい、でやらなきゃダメなピッチャーだと僕思ってるんでね、はい、本当に畑の使い方としてはやはり先発ですか、どうでしょう、ね、僕はあの中でロングもできるし、そうですね、はい、もし7、8、5、6回、はい、先発が5回打って6、7あのピッチャーって4連投5連投夏場はできませんからね、はい、8月9月なら、まあ、9月10月なら私もね、はい、8月までは絶対 3連投がマックスでしょうから、でチームが調子いいとやっぱりどっかで勝ちパターンも休ませたりするわけでしょ、はい、やっぱり何でもできますからね。うん、まあ、今村と同じようにどちらも経験があるという畑です、はい、ボールも速いですし、はい、スライダーもただスライダーね、いいスライダーになります。自分にいたらいけないピッチャーなんですけどね。平松さん、はい、今村投手なんですけれどもキャンプ入る前にお話を伺ったところ、今年の体作りというのは特に股関節の可動域、うん、それを強化していきたいと、そしてあと、まあ、ピッチング今日もブルペン入りましたけれども、そこで一番あの本人の中で意識しているのが胸郭、胸の柔らかさを課題として取り組んでいると、はい、でここの可動域が広くなると右足をついてからの腕の振りというのが若干遅れてくるんですって、はい、でその遅れてくることが少し弓を引くような形でボールを投げれるので、そこからのスピードというのがアップしていくんじゃないかと、で本人の中もそれが自分の今シーズンの伸びしろになればというふうに調整をされているそうです。あ、そうですか。そして宇都宮さんがあの引退されたというのもありましたし、はい、今までだとずっと宇都宮組として今村投手やっていましたよね。そうでしたね。これがオフの時にお会いできたらしくて、はい、でそこで宇都宮投手、宇都宮さんから言われたのが宇都宮組としての練習をしっかりと若手に伝えてほしいというふうに言われたので、リーダーシップを取って引っ張っていかなければいけないと新たな気持ちでこのキャンプに挑んでいます。はい、なるほど。その宇都宮さんから受け継いだということで、また一つ世代交代といいますか、
今村も引っ張っていく立場というところですね。そうですよね。もう30ですから、そう当然ですよね。はい、で大詰め込まれ、自主トレとかすっごいハードな練習したって聞きましたけどね、僕、はい、ランニングも大詰め込まれ強かったですからね、巨人的には。あ、そうでしたか。はい、まあ、先ほどの阿出川さんのお話にもありましたが、胸郭をちょっと意識しているんだという、ね、でも手が遅れてくればくるほどバッタータイミング合わせづらいでしょうね。そうですよね。はい、あとはその弓を引くようなこうバチンとしならせるようなボールが出る、はい、ということはまたこの今村も一段階パワーアップしてくるんではなかろうかという、そんな楽しみなシーズンです、うん、今村、赤星、そしてファームにいる2軍にいる畑、このあたりも非常に今シーズンの活躍が期待される投手陣です。こちらは育成の戸田。秋広はサードの守備にもついている。先ほどいろんなところをやらせてもらうのはありがたいという話もしていました。ファースト、サード、レフト、まあ、この3つの選択肢があるということでしょうか。レギュラーになったらね、とかのポジション1個の方が、まあ、ほんでいいですけどね、はい、でも、もう今はとりあえずバッティングはもうアピールポイント なんですから、はい、もう出れるときにもう誰か怪我したときにはどこでもいいからね、出れたら本当いいですよね。そうですね、はい、ただその体重100キロを超えている中での外野守備というのもなかなか大変そうですが、ね、村田さんはそのオープン戦でのホームランたくさんその期待したいという、こうね、もう期待してるし、はい、はい、愛のこもったメッセージをさっき送っていましたけども、はい、1本2本じゃダメです。ダメですか。3本、最低3本ですね、はい、最低3本、最低3本。さっきあの2人で話してるときは3本4本って言っていたのに、本人にはさっき5、6本って言ってませんでした。そうですね、増えてるなと思いながら聞いてましたけども、それ打ってもらいたいですよね、はい、でもこの3マリンでバックスクリーンが減るってことは他じゃ、まあ、どこでも入りますよ、はい、結構広いですからね。3マリンのバックスクリーンなかなか入らないですよ、はい、それを当たり前のことのように言ってましたからね、はい、もうここの3マリンでは名古屋 あのバックスクリーンこの2つ入るんですよ、なかなか。まずは週末の紅白戦、そこもおそらく出番はあるでしょう。若いですからね、もう、はい、全部に出てくると思いますよ。そうでしょうね、はいはい、もう篠井もあと実戦みたいでしょうからね、はいはい、そして沖縄行きの切符をつかむことはできるのか。今度はファーストに入りました秋広です。中島君もよね、はい、いますからね。そうですね、このファーストのベテラン2人、さらには去年でいうと増田陸もファーストで出てましたからね、はい、まあ、中田君が普通のバッティングの調子であればもう中田君なんでしょうしね、まあ、一番手はそうでしょうね、はい、あと中田君のこの守備がね、はい、これは上手ですからね、ですからね、あのセカンドの吉川とのコンビネーションも非常にいいですからね。あ、そうですね。その吉川です。去年はこの 1,2 塁間で何度ピンチを出したかという。中田は去年109試合に出場しました。ホームランも24本ですから、20本以上打ったのが岡本、ウォーカー、ポランコ、中田ですか、はい、非常に重量打線ではあります。丸くもいますよ。ああ、そうです、はい、失礼しました。そ
こに、まあ、ブリンソンなのか新戦力が加わって、はい、さらに厚みを増してくるジャイアンツ打線です。こちらが午前10時15分ごろの練習の様子。7時からアーリーワークがありまして1時間少々練習を行って9時30分から練習が再開されるという今日のスケジュールでした。